うわ、別世界だな。異世界に来ております。通りましょう。怪我したら U ターンだよ。皆さん怪我しないようにお願いします。川に着きました。瞬発的やば。やべえ、これなんかいます。モルデケ姫なりそうだよ。あ、いるな。命吸ってそうだよ。川なのにこれテトラポットっていう、うん、魚いますね。よく見たら魚いる。ほら魚いるね。大丈夫かな、ひっちゃん。奥進みすぎたら。やばいさ。大丈夫か。盆栽使うのか。じゃあね、仕掛けの方投げたいと思います。はい、はい。まさかの至近距離っていう。仕掛け大丈夫。大丈夫。待っとけ。あれ待っとけ。おかしいだろ、あれ。うわ、待っちゃう。やばい、気持ちいい。気持ちいい。いや、一人乗ってやすいじゃん。まさかの釣りをして両方で泳ぐっていうね。ねえ、斬新。大うなぎがいる気配がなかったのでね、場所移動です。サスバの動画、あれから1年、ボツ動画となってました。こちらね、サスバですね。サスバ高っ。まさかの今浮かっていうね。これですね、サスバ。お分かりいただけるだろうか。これがサスバでございます。おそらくコンプか、コンプ、うん、コンプリート。ということでね、サスバでした。ミッションコンプリート。カニがいますね。大ウナギのね、餌になるんでね、カニはここに隠れたんでね、開けてすぐ取ってね。はい、はい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 、はい、うん、仕事しましたわ。ビビらないで取ることがコツですね。そうですね。これじゃあ餌にしましょうね。餌にしましょうね。今から針をつけたいと思うんですけど、こっから針を入れて、こっから杭を出すと。はい、こんな感じですね。なるほど、わかりやすい。で、今一つやってるんですけどね、一つ目これをね、餌分だけやります。ひっちゃん、どんな、なんかいる？今ね、ひっちゃんが穴に棒を入れて、うなぎがいれば その棒を噛むはずだと、そういうことで今穴に棒を突っ込んでおります。どんないる？なんかそのポーズは。皆さん、まさかのシークワーサーが流れてくるっていう、あの桃太郎、ここから生まれたんじゃないかなって思ってしまう。そういう川ですね。仕掛けを回収したいと思います。嘘だろ、おい、かかってる。待って、根掛かりか、うん、来てる来てる。引っ張ってみましょう。はい、カニさんは元気でした。ここはね、奥の方に引っ掛けてるんで、最後の一投です。これが取れるかどうか楽しみですね。重いだよ。あ、重い。嘘だろ、おい。はい、カニさん、またまたカニさんでしたね。気泡、1日でうなぎは無理ゲーっていう。帰宅します。さあ、よしや、この日に限って靴、さあ、濡れないで渡れることができるか。お、何かをやっている。道を作っている。これがハイサイプレーですよ、皆さん。まだ BL じゃないっすよ。よしや、よしや、何キロ、ちなみに70キロ。70キロ。頑張れ頑張れ、もうちょい頑張れ。頑張れ頑張れ。よしよしよし。やばい。OK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 。 ノーハプニング。よし、危ない。スプライトバナナを作ったんで、今から仕掛けに行きたいと思います。怖っ、怖すぎだろ。大丈夫？